感動を与えるために、感動を呼ぶ生き方とは、サブテキスト、大川隆法、目次、1、若い人が年上の人に認められるには、年を取ると年寄りを尊敬しろと言いたくなるもの、年上の人に礼儀正しく接し、敬意を表する、目上の人から学ぶ気持ちを持つ。長い目で見ると、優秀な人より、器の大きい人の方が出世していく。人を使える人の方が素晴らしい仕事ができる。2、偉人の条件とは、強い信念と先見性を持て、孤独に耐えて努力をし続ける忍耐力を持て、真理を追求し、万難を排して、未来の種をまき続ける。大局観や後世への感化力があること。3、感動する力を強めていくコツとは、人間には3つのタイプがある。それぞれのタイプの注意点。1、循環質タイプ。鬱に入った時に用心する。2、分裂質、神経質タイプ。性格を明るく伸びやかにする。3、粘着質タイプ。自己本位になりがちな傾向に気をつける。自分の感情を客観視する。4、相手の立場に立って考えるためには、お客様は悪い点を面と向かって言ってはくれない。相手の気持ちを感じ取ることができるか。人間には一人で放っておいてもらう権利がある。5、感性に訴えて成功していくには、自分が興味関心を持ったものの研究を続けると、感性は磨かれていく。都会の繁華街などを定点観測して流行情報をつかむ。街ブラをすれば経済の実情がつかめる。一流ホテルのドアマンが行っている努力の内容とは、知的な努力の積み重ねが感性として開花してくる。6、人に感動を与えるには何を心がけるべきか。自分に関心を持ってもらえると感動を覚える。相手の長所を見る。相手に重要感を持たせる。継続した企業努力をしない限り感動を与え続けることはできない。ロック歌手のビーズに見たプロとしてのこだわり。耐えざる精進と自制心の維持に励め。